はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の空間ベクトルと成分丸2をお送りします。で、前回からねこのタイトルが始まって、で今回もポイントなしです。で、問題がね5問載ってますので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回同様ですね、なんでポイントがないかっていうと、もう平面ベクトルの時と同じようなことをやっていくから。で、今回、まず大きさの求め方です。ベクトルの。で、平面ベクトルの時って、ここね、これも成分なんですけど、これ、X 成分と Y 成分だったでしょ？で、それに Z 成分が入ってると。で、この X 成分と Y 成分だった時、だけの時も、2乗して足してルートだったんだよね。ベクトルの大きさの求め方っていうのは。で、これも同じです。もう基本的スタイルが同じで、この A ベクトル、大きさは、こう絶対値のね、これをつけて、2乗して16、2乗して25、2乗して9を全部足してルートっていうね。そう、全く同じっていうパターン。で、これ計算すると25で50になるから、ルート50だね。で、ルート50なんで、5ルート2と。ね、こんな感じで解いてください。で、同じように B ベクトルね、やっていくと、まず大きさは2乗して4。で、2乗して0はね、もう書かなくていいっすね。で、2乗して66、36、ルートをつけると、ルート40。40なんで、2ルート10と。ね、これで OK となります。まあ、シンプルですね。同じですね、今までと。で、次に、まあ、A ベクトルと B ベクトル、成分が書いてあって、この時、まあ、足し算とか引き算をしなさいと。で、成分で表した後にその大きさも求めよう。まあ、2つ求めるものがあるんですけど、これも同じっす。本当に同じ。で、どうやるかっていうと、まず A ベクトルプラス B ベクトルに関しては、もう X 成分と X 成分、まあ Y と Y、Z と Z 足そうぜって。だから、1足す3、つまりごめん。1足す3なんで、4。で、2足す0なんで、2。で、1足す1だから、2と。はい、これで成分終了ですと。で、大きさに関してはもう上でやってるからね。で、同じようにやっていくと、一応これの大きさだから、A ベクトルプラス B ベクトルの大きさは2乗するので、16プラス4プラス4にルートをつけると。で、ルート24か。で、ルート24なので、2ルート6と。まあ、こんな感じですね。で、同じようにやっていくと、今回は A ベクトル2倍です。だからこれ2倍してください。2の4の2みたいな感じで。で、それに B ベクトル今度引き算するから、2でしょ。引く3なんで、マイナス1。2倍して4、引く0だから、4。で、2倍して2引く1だから1と。これで成分は OK。 で、今度大きさ 2A ベクトルマイナス B ベクトルの大きさはまた同じだね。2乗するから、これ暗算でもいいかな。1足す16足す1だから18だよね。ルート18なんで3ルート2と。でもってラスト3A ベクトルマイナス 2B ベクトルは、もしね、ちょっと暗算にもやりますけど、暗算不安だなって場合は普通に書いていいからね、なんかメモとかしてもらっても。3倍して3で、マイナス2なんでマイナス6で、3引く6だからマイナス3。3倍して6で、こっち0だからね、6引く0なんで6。3倍して3マイナス2だから1と。ね、これで成分は OK。 あとは大きさに関してなので、 3A ベクトルマイナス
2B ベクトルの大きさはこれ一応書くか、2乗して9、2乗して36、2乗して1なので、いくつだ、46か。でルート46は直せないよね、2で23直せないね。なんでこれまで OK と。まあこんな感じです。はい、なので、まあ、平面ベクトルでやったところと本当に似たようなことをやってるだけなんですが、まあ、そこで勉強した内容を空間ベクトルでも使えるんだと。だから空間ベクトルになったとしてもベクトルの成分が分かっていれば大きさを出すことはできる。でこうね、 A ベクトル B ベクトルとこういうのが載ってたら足し算もできるし2倍とか3倍をすることもできると。まあ同じですねっていうのをぜひ覚えておいてください。では今回は高校数学数 B の空間ベクトルと成分丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回丸3続きます。今度は、A と B っていう座標が分かってて、まあ、その AB ベクトルとか、そういうね、出し方を。まあ、これもね、平面ベクトルの時と同じだっていう感じもするんですけど、一応そこをね、確認していきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。